はい、こんにちは、ブルーホスです。本日もね、バイオハザード4やっていきましょう。前回ね、まあちょっとマイクとせっかく出会ったのに沈められちゃったっていうねオチだったんで、今回ね、その弔い合戦のための準備ということで、まずはね、アーシュリーちゃん回収をねしていきたいと思います。ということで、その亡骸を見ようと思うんですが、ちょっと待ってね、こちら、OK、サドラメ、この借りは返す。はい、必ず返すぞ、ね。うん。そうそう。なんか、最近さ、友達っていうか、まあ友達かなから連絡があってさ、僕をね、なんか LINE ブロックしてるやつがいるんですよ。まあ何人かブロックされてるんで、まあ僕も普通に元友達だったやつとかね、高校の同級生とか、そこら辺とかを、まあ、平気でね、ブロックしたりとかするんで、まあ全然気にしないんですけど、なんかね、すごいなんか悪口をめちゃくちゃ言ってたことがあるらしくて、で、その、なんで今更その、なんか、ね、今更それを俺に言ってどうなのっていうところが正直あるんですけど、うん、ああそう、へえみたいな感じだったんですけどね、うん、で、まあ、それはいいけど、なんかなんだろうな、別に悪口とかって別に言ってもらっても構わないけど、なんかそいつね、その友達のその友達の、まあ俺も友達でもあったんだけど、うん、なんかね、すげえ寂しいなって思っちゃったんですね。何が寂しいってさ、やっぱりさ、その場にいない人間のさことをさ、ぐちゃ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 言ってさ、何なんっていうところじゃないですか。別にね、まあ何か僕がそいつの気に食わない何かに触れてしまったからのがあるのかもしれないけど、でもなんかそれをうじ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 言ってるって、なんかこうそういう人たちってなんか寂しい人生を送るんだろうなと思っちゃうんですね。すごいちょっと悲しくなった出来事がつい最近あったから、なんかちょっと喋りたいなと思って喋ったっていう感じですけどね、うん、だってさ、人って変えらんないじゃん。ということは、人の悪口ってしょうがないじゃん。でさ、自分もさ、変えるのってめちゃめちゃ時間かかるじゃん。だったら何変えたらいいってさ、その自分のさ、なんかそのマインド的なところを変えるとかさ、その考え方を変えるとかじゃなくて、もう単純に見方変えたいんで、視点を変えるっていうのは、まあ、考え方変えるに近いのかな、まあ、視点を変えるみたいなね、そういう話したらいいんですよ。で、視点変えるって何かっていうと、例えばじゃあさ、気に食わないことがありましたって言って、それ腹立つわって思うのか、仕方ないなって、何かそれをこっちを腹立たせるような何か理由があったんだろうなって思えるかなんですよ。例えば、そうだな、なんだろう、電車とか、なんかそういう列並んでる時とかに割り込んでくるおっさんとかおばはんとかじゃないですか、うん、腹立ちますよね、腹立つわ、うん、腹立つけど、こいつはなんかこう人に腹立たしい思いをさせてまで何か急がなきゃいけない理由があるのか、それとも早く電車に乗らなきゃいけない理由があるのかなって思ったら腹が立たないです。これ視点の変更ってやつですね、うん、まあそんな風にね、まあなんだろう、別にね、早く並ぶ並ばないでさ、その電車に乗る乗らないで、別にこいつに先に並ばれてしまったから、なんか電車置いてかれて次の電車になるわとかって、そういうことはまずないから、別にね、なんとも思わないけど、まあ、ちなみに細かい話だけど、なんか列に割り込むとなんか意外な法律に引っかかるみたいな、なんかそういうのがあるらしいですね。なんか何だったか、ツイッターかなんかで見たのかな。例えば家族の自分宛じゃない郵便物を見たらアウトとかね、そういうのもあるらしいですよ、うん、だから昨日、だから嫁さんはその話を知ってか知らないでか、昨日僕宛に届いたガス会社からのお知らせで、まあ、それって別に僕が見なくても誰が見てもいいですよって、むしろ嫁さんが見とかなきゃいけない内容だったんですよ。なぜかというと立ち会いの話だったんで、立ち会いで僕家にいないで、嫁さんしかいないから立ち会いに行きますみたいなね、そういう下手くそだな、うん、っていう話だったんでね、うん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 、そうそうそうね、だからそういう小さい犯罪を、ああこいつは犯罪者だくらいに思えたらさ、なんかさ、もうさ、こいついつでも俺が訴えたら逮捕できるぜって思ったらね、大したことないよねって思えるんじゃないかなって思ったんですけど、ね、こいつなんか しぶっといてかな、すごい狙いにくい、なんかそろそろなんか一歩壊したい、やっぱりだよね、なんかそんな気がしたそうそうそう、だからなんだろうな、自分をなんかこいつを倒すために変えるぞ変わるぞとかっていう、そんなさゴリッゴリの努力を、なんか筋トレとかさ、トレーニングみたいなゴリッゴリの訓練を積む必要とかってないけど、まあちょっとしたね、視点をねちょろっと変えてあげるだけでね、だいぶね、いろいろと変わってくるようには思えると思うんで、まあだから
考え方とかね、その目線を変える、視点を変えるっていうのは一つ手としていいんじゃないかなって思ったりするけどね、うん、だって見る位置も、例えば同じ出来事でもさ、なんだか、まあ、例えばばっかり俺使いたいので口癖例えばになっちゃってるね、例えばなしでちょっと意識して頑張ってみよう、うん、それはどうでもいいとして、どうでもいいとしてもよく使っちゃうね、うん、まあそれはね、ご愛嬌ということで、で何かっていうと、一つの出来事がありました、例えば頼む自分で自分を殴りたくなって、例えばって封印しますわって言った瞬間に例えばって言ってんだもんな、うん、じゃあ皆さん想像してください、想像してごらん想像してください、あのね、あの昔なんかじゃあ嬉しい出来事があったとしましょうよね、お父さんから褒められたとか、お母さんから褒められたとか、なんか徒競走で1位を取ったとかってね、嬉しい体験があったとして、それを今思い返したら大したことがないなって思うこともあるかもしれないですよ、別にお父さんから褒められたとか、お母さんから褒められたとか大したことないよ、でも当時はもう泣くほど喜んだっていうね、そういう出来事があったとしたら、それってやっぱり見るっていう立場が変わってるんですよね。逆に悲しい出来事があったと、例えば大切にしてた友達に裏切られたとかさ、大切にしてたおもちゃとかそういうものをなくしちゃいましたとかさ、そういう経験があったとするじゃないですか。でも当時はすごい悲しい、涙流した、でも今思えばそれって大したことない、友達が裏切った、だからなんだって、うん、友達なんて小学生中学生の頃にやってた友達なんかさ、もう大人になったら年に1回も会うか分かんない、あの10年や20年後の同窓会1回会うかどうかくらいなもんだってなったらさ、別にあいつの裏切りなんかどうでもよかったなって思うじゃないですか、うん、で物なくした、あ確かにあの時は大事にしてたおもちゃもあるかもしれない、でも今大人になった今はそんなにおもちゃはね、もう見向きもしないから大切、大切じゃないって言ったら語弊があるかもしれないけど、まあ、そうじゃないと、うん、そういう思い出みたいなのがあるじゃないですか、やっぱり人間、うん、そういうことなんですよ、ね、やばいな、なんかね、あの人に物事を伝えるときにやっぱり伝わりやすい話ってストレートに言葉をそのまま伝えるとか物語を伝えるってやっても、自分の頭の中だったらシミュレーションとかイメージとかっていうのが浮かんでるんで、まあ、それはそれでいいんじゃねってなるんですけど、相手はこっちの話にそもそも興味がないし、で自分でましてやイメージなんか分かんない、湧いてるわけがないんだから、だからいろいろ話をしたところでイメージを持ってもらえないですよね。で人間って言葉で伝えるよりも映像で伝える方が確実に伝わるんですよ。あーこういうことを今こいつは話してるんだろうなみたいな、そんなイメージがね頭にプッと湧くことで言葉というかコミュニケーションって深く取れていくようになるんですよ。ところがね、言葉だけで伝えるってなったらなかなか難しいので、できるだけ相手が理解しやすいイメージが湧きやすい言葉にしていくために、例っていうのね、事例っていうのを伝えていくっていうのが大事なんですよ。ちっこその事例っていうのがどうしても最初に入り口として入るときに、例えばこういうことってありませんかみたいな、そういうね伝えるっていうのを、まあ、僕はその中学生とか高校生の相手にそういう説明をするっていう機会が多かったっていうのもあったんで、どうしてもねついついね例えばっていう言葉をよく使っちゃう、ここは反省だな。まあまあ別に口癖としてね使う分にはいいのかもしんないけど、でもなんかね例えばばっかり伝えたらまたかよってなっちゃうもんね、もうちょっと気をつけなきゃいけないね。いやマジで気をつけなきゃいけないわ本当にねえ、でもやっぱ癖ってあるよね。だから僕はプレゼンをするのがまあ比較的得意というか、人からやっぱりすごい褒められる機会が多いんですよ。でなんでですかって
なんでこんなにあのブルーホースさんの話を聞くのって心地いいんでしょうねみたいな。僕も今みたいにこんな雑談だったらさ、心地いいもんそうなって面白いかどうかだけで判断なんだけど、すごいね言ってもらうの聞いてて心地いいっていうところと、あとは、ね、あの話が理解しやすいっていうところを、まあ、結構言っていただけるんですよ。で、これなんでなのっていうと、一つはその今言ったように事例でこういうことってありますよねっていうのを皆さんが理解しやすいようなことあの言葉とかイメージを、イメージを作れるような、まあ、例をねバーンと出してるか一つ、もう一つは今雑談だからもうみんなね、お前それ言いまくってんじゃんって突っ込まれたら終わりなんだけど、実はあのって言わない、あのって言わないって、だから乗ってくると喋ってる言葉っていうのはもう次々早口でバーって出てくるから、そこはね次こういうこと喋ろう、ああいうこと喋ろうっていうのはあんま意識がないんですよ、うん、意識しなくても組み立てて起承転結意識しながらで、ここで盛り上げて、ここは緩急つけて、ここはちょっと抑え気味で、ここでバッと早口で相手の思考回路を奪ってまとめて喋り切ってしまうとかね、ここは相手に考えさせる時間を設けさせようとかっていうのがまあ自然とこう組み立てていくわけ、いけるわけですわ。喋ることを生業にしてるからこそできる技なんですけど、まあ、それはいいとして、あの一方で あのとかね、とかね、うんとか、それからみたいな、それからはまあ必要かとかっていう、その間を持たせすぎるととか、あるいはあのとか、とかっていう言葉を連呼しすぎると、そっちのあこいつあのってもう20回目やとかさ、ってもう5回言うてるとかっていうので気になってしまって、だんだん聞く気が起きなくなってきてしまうのと、あとはね何を喋ってるのかっていうのが頭に入んなくなってきちゃうんですよね。だからあのとかっていうのは絶対言わない、絶対言わない、絶対言わないっていうことを頭の中でも連呼しながら喋るっていうのをプレゼンの時に心がけてるっていうのが、まあ、僕が人に話を聞いてもらう時に、まあ、すごい聞き心地がいいっていう話になるんじゃないかなって思うんですよね、うん。まあ、だから本気のプレゼンとかねっていうのを、だから僕の昔の自分の顔を出してなんか心理学とかコーチングとかっていうのを皆さんにお伝えをしてた時のやつを見てもらったら分かると思うんですけど、あのとかとかね、まあ中には喋っちゃってる部分があるんで、それは動画の編集で都合上を、まあ、尺も短くしたいからカットをしてるっていうのは正直あるんですけど、まあ、ちょっと若干加工はしてるけど、でもそれでも一つの動画15分とか15分前後とか喋ったら、まあ10分以内に収めてたか、喋ってたら、まあ、大体カットする箇所って 2,3 箇所くらいですね。10分喋っててあのが 2,3 回しかないっていうのはだいぶ聞いてからすると聞き触り耳触りいいと思うんですよね、うん、自分で言うのもなんだけどと思いますよ、うん、じゃないとやっぱりね聞いてもらって喋るってその雑談じゃなくてプレゼントになってくると誰に向けて喋ってるかって、普段のそのなんていうんだろう、まあ、私生活の中で居酒屋とかさ、カフェとかでさ、友達とか家族とかさ、なんかもうたわいのない話をベラベラ喋るとかってそういうレベルだったとしたら、もう全然何の意識もしないであのとかとかってさ、まあ持たせたりとかしたらいいと思うし、プレゼンみたいに一方的にこっちがまくしちゃってブワー喋るっていうのは必要ないから全然問題ないけど、うん、だとしたら、じゃない。でもプレゼンっていうのはそうじゃなくて、こっちが主導で相手に伝えたい話っていうのをこうね、一方的に喋るっていうのがまあメインになってくるっていうお話なんで、それを考えたら、やっぱりね、いろいろとこう喋り方とか組み立て、喋れる内容も大切だけど、喋り方とかね、伝え方っていうのもね、すごい意識してやっていかんと、まあ、よろしくないわなっていう話になるんですよね。ごめんなさい。どうした？喋ってあの何か分からなくした、ああくしゃみ、咳が出ちゃった咳っていう言葉が出てこないし、お前プレゼン下手やろってなるなこれダメだ、よろしくない、うん。あとはねもう一つはね、あのその時の映像とその時に感じている感情ってなんだ、覚えてる感情ですね、うん、喜怒哀楽とか特にそう、駅でホームで並んでました、電車来ました、さあ乗り込もうと思った瞬間に、なんか知らん小太りのおばちゃんが割り込んできて、何も言わずにスッて入ってきたわってんだよ、これつわらたつわんまにで、どですね、怒りを伝えることができるのか、それともあこのおばちゃんなんか俺を抜かしてでも早入りたい、席に座りたかったんかな、残念ながらお前が乗る頃にもう全部席座ってんねんけどな、どんまいって悲しいっていう風な感情になるのかどうかって、そういう感情も一緒に伝えられるかどうかです。でね、ここら辺のその言葉を伝えるときなんかに、やっぱ感情ってね、乗せるのってすごい大事なんですよ。なんでかっていうと、その相手に伝わるっていうだけじゃなくて、感情をね、きちんと
覚えるっていうことを常日頃から、例えば怒りを抑えてしまったりとか、それから悲しい涙を抑えてしまったりとかっていうのを繰り返していると、だんだんね、本当にね、その感情っていうのがなくなってってしまうんですよ。笑いたい時に笑えなくなっちゃうし、泣きたい時に泣けなくなるし、怒りたい時に怒れなくなっちゃうしっていう、うん、だから最近、まあ、ずっと言われてるかな、ここ最近その部下育成とか子供を育成する時に怒れないっていう人が増えてるのは、それは怒れないんじゃなくって、あなたがそもそも感情を常日頃から表現するっていうところから避けてきた結果、怒ることができないんですよっていう、そういう話なんですよね。だから僕 の仲のいい友達なんかでも、その、まあ、笑うは笑うんだけど全然怒らんやつがいて、そいつ何、うわっ、外した、下手くそ、怒らないっていうのは、やっぱりね、普段からね、そういう怒りに対する感情っていうのをきちんとね、表現するっていうのを、まあ、怒ってきたって言ったら語弊があるかもしれないけど、やんなかった結果なんだよね。でそういうのはね、やっぱりね、大事に した方がいいと思うよ、本当に。だからね、怒りたいとこは怒らなくちゃいけないし、泣きたいときは泣いたらいいし、笑いたいときは笑いたらいい。だから嫁さんもなんかもね、嫁さんすごい謙虚な子なんですよ、うん、もっとね、わがまま言ったらいいのにとか、自分のやりたいことこれやりたいねんとかっていうのをね、もうぶわー出してくれたらいいのになって思う瞬間あるんですけど、やっぱりね、まあ、結構涙もろいというか、ちょっとしたことで泣いちゃったりとかっていう経験もまあ結構あるんですよね、嫁さんの方が。でその時になんか、ごめんね、すぐ泣いちゃってとかって言ってくるんですよ。まあ、別にそれ構わへんと。逆に泣いてくれへんかったら、あなたが本当に辛いのか悲しいのかしんどいのか、それとも嬉し泣きなのかってなんか分からんくなると、でお前の感情がなくなるのが僕にとって怖いと。でどうしたら、まあ、ちょっと感情を爆発させてしまうのかなとか、感情を覚えてくれるのかなっていうのが分からなくなるから、泣きたい時は泣いたらええねんっつって、うん、いう話は、まあ、付き合ってる頃からしてたって感じかな。付き合ってる時にそんなこと言ってくる彼氏どうなんだっていう感じかもしれないですけどね。まあ嫁さんはね、本当に感謝してますよ。で僕がね、前も話したかもしれないけど、なんかいろいろとね、大学の頃からまあ無茶やったりとかしてたんですよね。セミナー構築でやってみて、セミナーをやるってなった時に、じゃあなんか伝えることないって言ってくれたから、就活用のチラシを作ってくれたりとか、それから当日のね、なんだっけ、司会をやってくれたりとか、そういうね、いろいろサポートしてくれたりとかって。だって彼氏がね、とはいえさ、別にね、仕事でも何でもないし、お給料出るわけで、まあ美味しいご飯連れてったけど、お礼としてね、うん、っていうのがあってさ、でもさすがにさ、セミナーとかクソ怪しいじゃん。クソ怪しいやつとかにさ、こうなんか彼氏がやろうとしてるってさ、普通さ、頑張ってねってなるじゃん。でさ、付き合い続けるのがさ、こいつ難しいわって思われても仕方がないかもしれないし、にもかかわらず、でも、ね、手伝うよまでやってくれて、実際手伝って司会やってくれて、最高じゃん。俺絶対この人は手放せないわって思ったもんね。悲しい思いをさせちゃいけんわって。あれがだから大学2年生の時だから、20とか21とかの頃かな。もう本当に決意したっていう話だったんでね、まあ、そんなこんなでチャプター5の4が終わったんで、次回パートでね、終了を迎えていきたいと思いますので、最後までぜひね、応援よろしくお願いします。ということで、チャンネル登録ボタン、グッドボタンも押していただけたら嬉しいです。では、お疲れ様でした。